それではですね、始めていきたいと思いますが、まずは主催の挨拶ということで、首都圏反原発連合のミサオレッドウルフです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。衆院選終わりまして、最悪の結果、自民圧勝、安倍政権続行という結果になりましたけども、今日もここでたゆまずに、私たちは、原発ゼロ、原発いらないの、声を上げていきたいと思います。後ほど反原連のメンバーが詳しく、ご説明しますけども、まず私の方からはドネーションお願い6月の末からしておりますが、ほぼ達成の見込みが立ちました。皆さんご協力ありがとうございました。まだ、終わってはないんですけども、ほぼ、見込みが立ったことをまずお伝えします。それからですね、今日キャンペーン、開始してます。これで原発は止まる、キャンペーン、これリーフレットと、署名のキャンペーンを始めます。今日また後ほど反原連のメンバーがご説明しますのでご協力お願いします。第4次安倍政権になって、相変わらず、原発の、問題も、さらに、悪い方向に行っています。まず、年明けには大井原発、玄海原発の再稼働をされると報じられています。それからですね、これはとんでもない、東京電力の、柏崎刈羽原発、これも規制委の、検査合格してしまいました。これ本当にありえないと思います。東電には、原発を、動かす資格はありません。そうじゃないですか。そしてですね、東海第二原発、これも動かそうとして、40年、来年40年の満期を迎えるんですが、さらに20年、運転を、延期しようとしています。原発60年、これって考えられないじゃないですか。なんでここまでして、本当に村人たちに、忖度だけするこの安倍政権が、まだこの権力座にの座に、居座っている限りですね、私たちは、原発反対の声をここで上げていかないといけません。なんかこういった、集会に来る皆さんは今憲法の方に皆さん熱心になっているので、ちょっと原発の方は人の集まりが少ないかなっていうことはあるんですけども、いま、だに、脱原発の世論は、7割以上は脱原発、原発いらないという、私たちはそういった、圧倒的多数に、支えられて、こうして、声を上げてきている、そういった人たちの代表としてここで、意思表示を続けていきましょう。今日は、2時間、これから選挙後です。立憲民主党、そして民進党、共産党、社民党、自由党からの、代表も来てスピーチをしてくださいますので、本当に私たちの、市民と、野党で、連帯して一日も早く、原発を止めていきましょう。今日最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、それではですね、今日も集会始めていきますが、スピーチがね、いろいろ続きます。まず最初はですね、映画監督の鎌中ひとみさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はようこそ集まってくださいました。ありがとうございます。こうやって反原発の声をここで上げ続けてくださっていることを本当にありがたくいつも感じております。私は撮影のためについ先日も福島に行ったり、玄海原発に行ったり、あちこちの原発現地に行って目下新作を作っております。今日はですね、私何百回もスピーチとかしてるんですけど、生まれて初めて原稿書いていきました。原稿でいきます。今日は 3.11 の月命日にあたります。あれからちょうど80ヶ月目になります。この間、大きな復興の掛け声の陰で再稼働が進められ、この原発事故の本当の姿を見えなくしようという強い意志と力が働いてきたと感じています。被災地で人々の生活が取り戻されることは素晴らしいことなんですけれども、人々の本当の意味での生活がきちんと取り戻されているのかというと、そうではありません。放射線の安全基準が高いままに、20倍になったままに避難区域が解除され、そこに戻って住むように促されています。誰しもが故郷、ふるさと、マイホームに戻りたい、でもそこには前よりも高い放射線があるという事実は誰も否定できないんです。
そして避難解除されれば即保証金が切られてしまいます。そこで私は生きるための選択肢が奪われていると感じています。はい、自力で母子避難した多くの家庭がもう経済的に破綻寸前です。いくつもの家庭を私は知っていますが、生活保護をもらわなければもうやっていけないような状況に追い込まれています。そして命を絶ってしまった方も今年いらっしゃいました。これは住宅支援が打ち切られたことが原因です。この方たちへの支援が国や県からほとんどない。海外には何兆円もの支援をするくせに、足元でこの原発事故で苦しんでいる普通の人々を見捨てているのが安倍政権なんです。許せません。はい、原発に反対するさまざまな理由があります。このような事故を起こせば取り返しのつかない甚大な被害になる。そしてすでに溜まっている大量の使用済み核燃料をどうするのかという問題。地域を分断し、人間を分断し、被爆労働をし続けなければならないことなど枚挙にいとまがありません。それでも巷では原発反対とは言えない、エネルギーのことがあるからという女性ではなく男性によく出会います。これはやっぱり男性の意識改革が必要なのではないかと思うんですけれども、なぜ今でもそうなのか。それは未だに原発がなければ日本の経済が回らないという古臭いプロパガンダが生きているからです。これはマスメディアのせいでもあると思っています。でも皆さんもうご存知でしょう。あの東芝がどんなひどい経営状態に陥っているのか。政府の原子力政策に寄り添って6800億円も出してウェスティングハウスを買ったのが原因です。東芝の集落はもう日本の原子力は世界で通用しないということを示しています。はい、安倍首相が莫大な国費をかけて国際的に売り込んだ結果、ベトナムもトルコも日本の原発をキャンセルしました。アメリカでは原発に誰も投資をしません。あの原発大国フランスですらこれから原発の数を半分にし、ゆくゆくは脱原発を目指す政治的な方針をはっきりと打ち出しました。はい、フランスの最も信頼されている国家組織会計検査院がコスト計算をし公式に報告したからです。この報告は今や全世界で読まれています。なぜ事故を起こした党の日本だけが原発に固執し、躍起になって再稼働させ大間の原発も完成させようとしているのか。この不合理な態度は根本的に核燃料サイクル計画をに固執しているからだと私は思っています。つまり使用済み核燃料を資産だと計上しているからなんですね。ゴミを資産だと計上しているんです。もうでもプルトニウムの、プルトニウムを使って発電するという、ことはもう砂上の楼閣です。言いたい、もうプルトニウム発電なんか諦めなさい。そんなのは無理なんです。核燃サイクル計画は原発という厄介なものからさらに危険な核武装への導火線でもあります。つまりプルトニウムを多く作って溜め込んでいる、それは核武装につながると私は危惧しています。だからこうやって脱原発運動をするということは平和運動でもあるのです。反核運動は平和運動なんです。だからぜひ第9条とかあの憲法のことやってる方たちもここに集うべきなんです。最後に言いたいのは、ここに集まった皆さんにもっと放射線の被害を知っていただきたいということです。福島県内で見つかった194人の小児甲状腺がんは未だに原発事故のせいだと認められていません。今の状態は安全をアピールするためにより被爆を軽視する政策がたくさん進んでいます。そしてこうやって再稼働を進めて、もし事故が起きた時に私たちは愛する人を守れるのかと問うた時、とても心もとなく感じます。今原子力防災をテーマに映像を作っていますが、皆さんぜひこの新作に関心を持って応援していただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、鎌中ひとみさんでした。ありがとうございましたね。もう事故前から六ヶ所村ラフソディとかで、ね、原発のおかしさを追求しております。それではですね、政治家の方が、何か来ていますので順不同でご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず共産党から木良子さん、藤野康美さん、畑野君恵さん、お願いします。
皆さんこんにちは、日本共産党です。私は先の衆議院議員選挙日本共産党議員団12人ですが、最後に当選をさせていただきました畑野君恵です。衆議院参議院26人の国会議員団で頑張ってまいります。そして私南関東ブロックが地元なんですが、多くの福島県民の皆さんが避難をされております。でこの地元には先ほどお話があった東芝もありますし、また動く原発である原子力空母ロナルド・レーガンの母校もあります。ですから皆さんと本当にこの被害者の皆さんの全面的な賠償を勝ち取る、そしてその責任は国と東電にあるってこと、強く求めてまいりたいと思います。原発ゼロに向けてご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは、日本共産党衆議院議員の藤野康美です。私は新潟、福井、石川など原発が集中している北陸信越ブロックから再び国会に送っていただきました。ありがとうございます。この選挙中も本当にこの原発をめぐる底深いといいますか、本当に国民の強い怒りを感じながら戦ってまいりました。今全国で約30の民事訴訟が行われております。東電や政府が行った賠償の額があまりに少なすぎる、こういう訴訟です。今年に入っても3月、9月、10月と前橋、千葉、福島で地裁判決が下りました。この3つの判決、中身はいろいろですが、一つ共通していることがあります。それは政府やそうした審議会が認定した損害、この損害の範囲が狭すぎる、こういう判断であります。皆さんこれは今政府が審議会などで出してきた中間指針、そしてその指針を盾にして東電が行っている賠償、これがあまりにも被害の実態と合っていない、このことを示しているんじゃないでしょうか。加害者としてのあの事故を起こした加害者としての最低限の責任、賠償もそうです、汚染水やあるいは事故の収束もそうです。こうした最低限の責任すら果たしていない東京電力に、先ほどお話しあったように私の地元の新潟の柏崎刈羽原発の再稼働認めることなど絶対に許すわけにはいきません。しかも皆さん、東京電力はこの再稼働に向けて今いろいろ対策工事なるものをやっております。この費用について先日ある新聞でなんと6800億円ものお金がかかる、それだけの金を東電はつぎ込むと報道されました。6800億円、そんなお金がもしあるんなら福島に回せ、これが多くの皆さんの声じゃないでしょうか。こうした声踏みにじって再稼働を進めている、これ東電だけではありません。東電の最大株主 56% の株を持っているのは安倍政権政府であります。ですからこの皆さんと一緒にこの安倍政権を追い詰めていく、私も全力尽くしてまいります。今回の選挙を通じて本当に市民と野党が共闘すれば必ず選挙は勝てる、私は北陸信越ブロックで実感を生み出しました。この道にこそ未来があります。皆さんの声こそ安倍政権を追い詰めている、私たちも皆さんと力を合わせて全力で頑張る決意申し上げて私のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。皆さんこんにちは、日本共産党参議院議員の吉良よし子です。あの震災原発事故から6年8ヶ月も経ちました。でもまだ3カ所で原発が動いている、でもわずか3カ所だということもできると思うんです。それはこうやって粘り強く私たちが、国民が、市民が原発反対と声を上げ続けたからに他ならないのではないでしょうか。安倍首相は総選挙で第一声福島行って原発どうするかも語ることができなかったという、それで6割の議席勝ったからといって再稼働許されたと思うなんて大間違いじゃないですか。とりわけ事故を起こ
した東京電力柏崎刈羽の再稼働認めるわけにはいきません。結果とおっしゃるけれど、もう新潟県では結果が出ている。原発ノーの県知事が選ばれて、あの総選挙でも6選挙区中自民党選ばれたのは2選挙区だけじゃないですか。新潟見れば負けているのは自民党。原発再稼働ノーが民意です。絶対に諦めずに廃炉になるまで頑張りましょう。ではコールします。再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、柏崎刈羽は再稼働反対、仙台原発再稼働反対、高浜原発再稼働反対、伊方原発再稼働反対、はい、ありがとうございました。木田よし子さん、藤野康美さん、畑野紀明さんでした。はい、力強いコールでした。それでは続きましてですね、東京都連会長自由党の渡辺浩一郎さん、お願いします。ご紹介いただきました自由党のですね、元衆議院議員の渡辺浩一郎でございます。普段おとなしい男なもんですが、今のようなね大きな活動の後でつくので、ちょっと大変の話しにくいんですけれども、私も皆さんと同じように普通の市民の立場から立ってですね、まあ、私そしてまた自由党の基本的な考え方をお話をさせていただきたいと思っております。当然自由党小沢一郎と山本太郎が共同代表でありますけれども、この自由党そして私渡辺浩一郎もこの原発の絶対反対であります。このことだけぜひ皆さんご理解いただきたいと同時に、なぜこの反対かといえば、もうそういう難しい話は別にしてですね、具体的なことは別にいたしまして、ともかく我が国は地震国なんですよね。でこの中に我が国には約50基以上地震があるわけです。原発があるわけです。これで私も技術屋の一面を持っております。実は専門が建築なんですけれども、こうした時にいつも建築の場合は地震との対策を関東大震災以降ずっと考えてきておりましたけれども、基本的にはどんな地震にも耐えられる建物っていうのはありえないっていうのが基本なんです。でそのことを前提にすればですね、この原発もいつ何時関東大震災以上の大きな地震があっても耐えられることはありえない。たったこの間の 3.11 のこの東日本大震災の時に一機やられた、その時でさえが人が住めない状況なんですよ。でそれがこの大きな地震があった時に耐えられないことはもう当然分かりきってる。こんなことは政府も分かってます。しかし経済政策のためにこの原発を継続しなきゃいけないっていうことだと思いますけれども、私どもはそういったことは必要ない。原発しか方法がエネルギー政策で方法がないっていうならまたこれは別ですよ。またこれは一つ検討しなきゃいけないかもしれませんけれども、いろんな方法があるわけです。また新しいエネルギー政策を考えることによって新しい雇用を生む技術を開発をすることだって可能なわけです。したがって私はドイツのように、あるいは台湾のように、これは時間をかけてそして廃止をしていく当然のことだと思っております。ですからぜひこのことをぜひご理解いただきたいと同時に、この原発を含めた安倍政権、原発をなくしていくためには
方法はもうすでに一つしかないんですよ。それは私ども野党が政権を握ることしかない。これ本当にね、よく今回の選挙でもお分かりいただいたかと思うんですけど、私ども自由党はいろんなこの憲法の改正反対だとか、あるいはこの今原発反対とか、こういうことを言って、運動しておりますけれども、なかなかうまくいかない。それはどうしてかといえば政権を取れてないからですよ。だからって私どもは今回の市民と野党との本気の共闘のこの体験を上手に利用してというか、これをまたさらに発展をして、次の総選挙では政権を取っていくと、単に反対していくだけじゃなくて政権を取っていくというこのことの一点にですね、私たちは集中していく必要がある。本当ですよ。このことをぜひご理解いただいて、ともとも頑張っていきたいというふうに思っております。これからもどうぞ一緒にやっていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。渡辺浩一郎さんでした。ありがとうございました。それでは、到着順に、お願いしております。次に、スピーチいただくのは参議院議員の有田芳生さんです。お願いします。お疲れ様です。立憲民主党に限りなく近い民進党の有田芳生です。先ほど共産党の藤野さんからお話ありましたように、今年原発被害者たちの集団訴訟、その判決が3つありました。前橋、千葉、そして福島、この3つです。10月10日には福島地裁での判決があり、国や東電への責任、そしてさらには津波の予測できたんだ、したがって本当にあの原発事故も止めることができたと、そういう判決が福島地裁でありました。その判決が行われるときに原告の方々、そして弁護団の方々が裁判所に入っていくときに、まあ、皆さんがよくやってらっしゃるようにこういう横断幕を持って歩いている、その書かれている内容は制御、まあ、なりわいともよりますけれども、なりわいを返せ、地域を返せ、そう記されていた。だからこの福島地裁での裁判はなりわい裁判とも言われておりました。なりわいっていうのは制御、生きる業界の業だから、例えば私は魚の行商をなりわいにしている、つまり生きる手段としての仕事を返せ、そういう裁判でもあったんです。私は震災が起き、原発事故が起き、定期的に福島県の相馬市に通っております。今週の末からもまた行ってまいりますけれども、そこで多くの人たちから話を聞いてきました。その一人に吉田さんという漁師さんがいらっしゃいます。お父さんの後を継いで中学を卒業して、ずっと漁師さんの仕事をしてきた。だけどあの原発事故が起きてから仕事ができなくなったんですよね。もう7年近くなってきたにもかかわらず、吉田さんは仕事がして、私に会うたびにそう言ってる。確かに漁に出ることは時々はできるんだけれども、実際にヒラメやマグロなどを取ったとしても風評被害、全く放射性物質なんての検出されてないのに市場に出すと事故の前の半額に買い叩かれている。こんなバカな話はありません。そして吉田さんたちは、漁師さんたちは漁ができなくなって何やってたかっていうと、漁師をやってた時と同じように朝早く起きて船に乗って行くんだけれども、魚取るんじゃないんです、瓦礫取るんですよ。こんなひどい話ありません。もう吉田さんは70超えました。中学卒業してからずっと魚取ってた人が瓦礫を取ったり、あるいは時々魚取ったって半額に買い叩かれるだけではなくて、福島さんだって言うだけで
買わない人がまだまだいるというこの現実を変えていかなければなりません。皆さん、福島の事故の前に福島県の漁師さん1773人いた。今何人だと思われますか？4分の1です。409人ですよ。こうやって漁業そのものが破壊されていくだけではなく、農業だって他の仕事の方だって原発事故によって人生変えられてしまってる。だから生業を返せっていう、そういう声当たり前なんですよ。この現実変えていこうじゃありませんか。皆さん、この間選挙ありました。お二人当選されてきた。本当に嬉しかった。本当に国民の立場に立つ国会議員が増えなければいけない。だけど皆さん、安倍さんがこの間何で選挙やったかというと、選挙を決めた時に菅官房長官にもう森友かけなんてのは嫌なんです。これがこの間の選挙の本音なんです。だからこれから問題になっておりますけれども、加計学園認可される、とんでもない話です。そのことを衆議院の文教科学委員会で14日に審議をしようという時に、野党の追及逃れたいから質問時間これまでとは違って野党8、与党2だったのを5対5にするとなると、14日の審議だって3時間だとすれば、社民党、福島さんいらっしゃったけど、社民党の質問時間1分間ですよ。バカげた話ですよ。だから皆さん、こういう政治をやめさせましょう。国会が始まれば森友かけの問題もっともっと追及されていきます。そうするとこの間選挙あって皆さん大変だったけれども、2年後に選挙なんて話じゃないかも分かりませんよ。皆さん、追い込んで追い込んで、今度こそ皆さんの気持ちが実現できるような新しい政府を一緒に作っていくものではありませんか。私も私たちもそのためにこれからも全力を尽くしてまいります。共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。有田愛夫さんでした。続きましてはですね、また、民進党の真山雄一さん、お願いします。皆さんこんにちは。続きまして、やはり風前の灯火かもしれません、民進党の参議院議員真山雄一です。ありがとうございます。官邸前はよくお邪魔したんですが、この正門前は今回初めて参加をさせていただきました。本当に大勢の皆さんが今日も首都圏を中心に集まっておられます。反原発運動だんだん下火になってるよとか、そんなことも言われてますけど、今私がここに来てそんなことはない。むしろ盛り上がってるということを確信しました。みんなで頑張っていかなければならないと思います。それにもかかわらず政府はですね、ここへ来て再稼働ですよ。どん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 再稼働。私は先日仙台原発を視察しました。そして今月末にはまた改めて福島第一原発視察に行ってまいりますけれども、もう政府は再稼働に向けてとにかくまっしぐら、これで本当にいいんでしょうか。私は電力はちっとも不足していない。そうでしょう。皆さんのお宅で停電が起きたり、皆さんが経営している会社の電気がなくなったり、そんなことないじゃないですか。足りないのは政府の方の自然エネルギー、そう、自然エネルギー、そして再生可能エネルギーを進める力の方が足りなくなってるんです。これをやっていけば、基本計画で原発をベースロード電源などをしなくたって日本の電気は十分にやっていけることが今私たちは実感をしているはずです。だからこそ絶対に再稼働を止めなくてはならないというふうに思っています。私実は去年の参議院選挙で皆さんのご支援で2期目仕事をさせていただいてますが、東京から選挙区が神奈川に移ったんで神奈川に越しました。今横浜に住んでいます。神奈川に移って一つ地元の方から教えていただいたことがあります。首都圏に原発があるんですよ。首都圏に
横浜、あるいはあの横須賀から来ていらっしゃる方いますか？来ましょう。いらっしゃらない。あ、いらっしゃる。ね、原子力空母が横須賀港に入ってるんです。今日本海へ展開しているあの横須賀港を基地にするロナルド・レーガン、これが原発2基持ってるんですね。60万キロワット級を2つ持ってると言われています。60万キロワットというのは福島第一原発の原子炉1つと同じです。福島第一原発の原子炉2つ積んでる、そのロナルド・レーガンが横須賀港にたびたび寄港している。今日本海展開しているそうです。今日からいよいよあの、軍事訓練が始まっています。今こんなに私たちの身近、首都圏にも原発があるという事実を私は本当に迂闊にも気がつきませんでした。でも横須賀にあるんです。ロナルド・レーガンの原発が2基あるんです。今北朝鮮のミサイル攻撃のその標的にさえなるかもしれない。今の安倍政権の下ではそんな危険も今何か私たちの身近になっていませんか？私はそんな気がしています。ロナルド・レーガンが横須賀港に寄港すると横須賀駅、 JR の横須賀駅まで1250メートルだそうです。わずか1000メートル余りのところに横須賀市の市民の皆さんのすぐ脇に原子炉があるんです。原発があるんです。こうした事実を私たちはしっかりと覚えておいていただきたい。皆さんにも覚えておいていただきたいというふうに思っています。今再稼働に向けてまっしぐらに進んでいますけれども、何としてもこの再稼働を止めなければなりません。いくらやってもなかなか手が届かない、一挙にはかなわない、そうした雰囲気もありますけれども、決してそんなことには負けてはいけないと思っています。私たち力を合わせて、そして何としてもこの原発をなくしていく、一刻でも早く原発をなくす。今世界を見ればアメリカだってヨーロッパだって原発をなくしていく、この方法にある。日本は全く逆行してるじゃないですか。そんなことを一体いつまで続けるんでしょうか。ぜひ皆さんと一緒にこの原発ゼロを目指して私たちは力を合わせてやっていきたい。そのためには一人でも多くの皆さんがこうした場所にこれからも結集していきたい。私もできる限りの力を絞ってこの皆さんと一緒に原発ゼロを目指していきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、真山雄一さんでした。ありがとうございました。続きましては、はい、福島瑞穂さんが到着しました。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。2011年、3月11日以降、ここでみんなで声を上げて変えていこうとする、そんなお一人お一人の皆さんに心から敬意を表します。何としても脱原発を実現したい、そう思っています。まさに裁判で指摘されたように、ふるさとを失うことの損失はいかに大きいか、そして仮設の打ち切りが決まったために今も避難している人たちが今大変な目に遭っています。原発事故は政府の責任です。でも不特定多数のたくさんの人たちが今も現在進行形の被害に苦しんでいます。皆さん、原発事故を二度と起こしてはなりません。原発、核と人類は共存できません。そのために全力を挙げていきましょう。そこにある東京地方裁判所で東電の元参幹部勝又さん、武藤さん、竹黒さんの刑事裁判が進行中です。しっかり審議をして、しっかり何が起きたか、そして責任は誰が取るべきか、そのことを明らかにする裁判、応援していこうではありませんか。そして各地で起きている原発再稼働反対、その差し止めの裁判などを全力で応援していきましょう。脱原発を実現するには5つ方法があります。政府が決める
国会で法律を作って決める、自治体で止める、規制委員会で止める、そして、そうだ、自治体、裁判、政府、規制委員会で止める、その5つがあります。その中で今自治体、例えば函館は函館市自身が大間原発について東京地裁に裁判を提訴しています。そしてまさに自治体や裁判、それで止めようと今必死でみんな頑張っています。そこで国会議員である私たちは、何としても国会で脱原発を実現するために法律を作りたい、そう思っています。かつて脱原発基本法案を提出しました。でも今度は原発ゼロの基本法、再稼働はさせない、そして、何年と期間を決める、そして原発の稼働の日数をきちっと決める、国会で、できれば政府でなんですが、政府がなかなか決めないので国会の中で原発ゼロ基本法超党派で作り、まさに国会が脱原発の意思決定をするんだ、政治が意思決定をするんだ、そのことにかけていきたい、そう思っています。安倍内閣は原発依存をやめません、原発依存をやめません。こんな政権、みんなの力でやめさせていこうではありませんか。ヨーロッパも台湾も韓国も動いています。脱原発を決めました。そしてベトナムは日本からの原発輸入を断りました。ゼロの原発が、ベトナムが原発輸入して原発を作る、これをやめたんです。日本政府に通知をしてやめました。もう人々の暮らしと原発、経済性すらも原発は両立をしません。そのことを学習しない政府には一刻もやめてもらおうではありませんか。今こそ脱原発の声を各政党で本当に連携をして、国会の中で一人でも多くの国会議員に原発ゼロ、それを具体的に政治的意思決定で決めていく、そのことをやり抜いていきたい、そう思っています。脱原発を思う人々の数は本当に増えています。県知事選挙などで、静岡もそうですが、脱原発言わないと票が集まらない、そんな状況が広がっています。みんな自民党の人も自分のところの原発動かすこと嫌なんですよ。ふるさとを失うことは嫌なんです。だとすれば、みんなの思いにきっちり働きかけて、自民党にも公明党にも全ての政党に働きかけて、脱原発は可能だ、そう思っています。裁判で止める、自治体で止める、国会で止める、そして政府を変えて政府の政治判断で止める、そのことにかけていきたい、そう思っています。今年、てか来年、またみんなの大きな力で脱原発を実現する、そのことをしっかりやっていきたいと思います。顔を見るとインドやいろんなところの原発輸出やいろんなことに取り組んでらっしゃる皆さんがいます。日本が原発輸出することも止めていきたい、そう思っています。で、武器について一言、イバンカ基金に57億出すと安倍総理は言いました。これから予算の請求するんですよ。国会は承認していません。日本は2兆円武器を自衛隊は買っています。そのうち5000億円、4分の1はアメリカから毎年買っています。さらに買えと言われて、トランプ大統領に言われて、安倍総理は買いますと言いました。こんな武器と原発に依存していく、そんな経済と政治をやめさせるべく一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。福島みずほさんでした。はい、政治家の人たちのスピーチ、以上ですが、後ほどですね、立憲民主党の菅直人さんが、地元の用を済ましてこちらに駆けつけるとのことですが、ひとまずですね、ここで皆さんもう一度ステージに上がっていただいて、なんかこう結束のなんかこうアピールをしていただいていいですか、ね、ちょっと野党共闘がね、前回の選挙はちょっと
微妙な感じがありましたんで、もう一度野党共闘をですね、しっかりとアピールをこうなんか手つないだりとかね、こうフランス式にこうやったりなんかしたらいいんじゃないですかね。フランスでもみたいな感じで、はい、ありがとうございます。それではコールしましょう。野党は共闘、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 自民党を倒しましょう。はい、ありがとうございました。はい、共産党の木田佳子さん、藤野康美さん、畑野君恵さん、社民党の福島瑞穂さん、民進党、真山雄一さん、有田芳生さん、そして、自由党の渡辺浩一郎さんでした。はい、それでは、スピーチ続けていきたいと思いますが、あ、その前にですね、半減年からの、あ、違うわ、その前に、原子力情報室共同代表の坂秀行さん、お願いします。皆さんこんにちは。野党は共闘ということで、バトンを引き継ぎました。実はその今度の選挙、いろいろ原発公約を見てみると、オール野党だけではなく公明党も新規建設やらないというふうに言っているわけです。したがって、脱原発なわけですね。ところがですね、どこが問題なのかというと、足並みが揃っていない。いつ原発を止めるのか、いつまでにやめるのか、ここがバラバラなわけです。各党が脱原発というところに向かっているのは、やはり2011年この国会前に数十万人集まった、そしてその後もずっと脱原発を求めて、あるいは再稼働反対を求めてこうして集まっている声が、ようやくほとんどの政党に脱原発という方向に向かわせたと、こんなふうに私は考えています。そして今この足並みを揃えない、オール野党共闘で足並みを揃えてもらわないといけない。それを私たちの思う方向、つまりここにいる人はみんな一刻も早く、できればもう今動いてるのも止めて、何の電力不足もないわけですから、脱原発につながっていく、続けていく、それが願いだと思うんですが、それを求めていくにはさらに大きな声を集めていかないといけないと思います。で、そのためにやれること、これは2つあると思いますね。一つはやはり再稼働反対です。各地域で、反対の声上がっています。今日も玄海、大井、あるいは東海第二、そういったところ直近の再稼働について反対という声があります。それ以外にも各地で大きな反対の声、あらゆる場所で反対の声が上がっている。この声を一層大きくしていく必要があるというふうに思います。また私たちはこれ、東京、ここにいる人ほとんど東京電力管区だと思いますけれども、この東電はあろうことか柏崎刈羽原発の再稼働を考えているわけです。東電の事業計画によりますと4基ぐらい動かすと言ってるわけですね。全くありえない、話だと思います。大体福島事故を起こした東電にそんな資格があるのかということですよね。で、紙切れ1枚、いや、ちゃんと賠償はやります、それだけでは足らない、経産省からちゃんと賠償をやらせます、こんなふうな、ことを現実というかペーパーをもらってですね、規制委員会は OK しちゃってるわけです。しかし本当に東電にそんなことできるんでしょうか。損害費用は11兆円から22兆円、今年の1月の評価でそうなりました。しかしある機関によれますと、日本経済研究センターというところはですね、50億円とか70億円とか、そんなような評価をしているわけです。まだまだこれから2倍3倍に増えていく、そんな事態になって東京電力にそんな賠償責任を負える能力があるとはとても思えません。したがって、再稼働反対、柏崎刈羽の再稼働反対、これを声を大きくしていくという必要があると思います。もう一つ、各地の再稼働に反対していくもう一つの声は、これは電力切り替えることだと思います。東京電力から他の電力会社に
東電の電気は使わないんだ、これを各地域、関西電力の電気は使わないんだ、九州電力の電気はやめだ、こういうふうな動きを作っていく、つまり、電力会社を切り替えていく、そういうことで各電力会社がですね、いや原発やってたんではもうとても顧客がつなげないと、こういうふうなことを思い知らせる必要があるというふうに思います。最後にもう一点、実は、去年の12月に文殊が廃炉になりました。これも大きな成果だと思います。文殊の事故は95年に起きましたよね。その翌年から22回毎年現地で全国集会をやってきました。そしていよいよ廃炉ということが決まった、核燃料サイクルが破綻したということが宣告されたわけですね。残るは六ヶ所再処理工場です。もう崖っぷちに来ているわけです。私たちはもう一押しして、この六ヶ所再処理工場を廃止に追い込んでいく、そういう中で、脱原発をぐっと私たちの手元に引き寄せてくるようではありませんか。最後まで力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございました。原子力情報室の坂秀樹さんでした。それではですね、続きましては半原連からのお知らせコーナーです。はい、首都圏半原発連合の服部と申します。皆さんよろしくお願いします。これからスタッフがお待ちかねでもないですけどカンパ集めますので、この袋持ったスタッフが、これじゃないのもありますけど、カンパという書いた袋を持ってまいりますので、ぜひカンパのご協力お願いします。半原連、なかなかお金がなくなってきて、皆さんにドネーションもお願いしてました。そのドネーションのご報告も今したいなと思うんですけど、さすがにちょっと数字が大きすぎて覚えられないのでメモしてきたんで、6月の23日から10月の22日までで937万9266円。皆さんありがとうございます。もうすごい額で、正直本当は1000万円目標と言っときながら、まあまさか集まんないよねって言いながらですね、本当にもう少しで達成しそうなんです。 なのでぜひ皆さん、カンパのご協力、あと一息、12月までなのかな、これ多分やると思いますので、ドネーションキャンペーンぜひよろしくお願いいたします。そしてあれですね、原発はこれで止まるキャンペーンというのを開始しまして、私から見てこう右手、上手側っていうんですかね、に、お茶用意してますんで、お茶飲んでほしいです。そこに署名用紙も置いてます。署名用紙は2種類あって、まあ、この同じ A4 の白い紙なんですけど、似てもう全く同じフォーマットなんですごい似てるんですけど、上に日米原子力協定とエネルギー計画って書いてあるんで分かるので、それ分かれてますんで、2つぜひ署名していただきたいんです。で、エネルギー基本計画は来年の4月に総合資源エネルギー調査会、原子力小委員会が今経産省で密室で話し合ってて、そこでまた原発をベースロード電源にするみたいな話とか、新設増設にするとか勝手にまた決めようとしてるんですよね。でそれに私たち声を上げたくても、ここでこうやって声を上げ続けてるんですけれども、なかなかその小委員会とかに伝わらないので、経産大臣にちゃんと声を伝える場を作ろうと思って署名を始めました。で、あと日米原子力協定に関しましても、こんだけ被爆国がですよ、プルトニウムこんだけ抱えて核兵器持とうとしてるなんてありえないですよね。アイキャンがノーベル平和賞取ったじゃないですか。私たちはそういう動きに合わせて原発やめて核兵器のいらない世界に進んでいくのが私たちの道じゃないですか。それが日本の道ですよ。日米原子力協定なんてね、そのままほっといたらそのまま自動更新されてしまうんで、ここはね、やっぱりちょっと声を上げたい、声を上げたいけどもなかなか届かない、それに勝手に決めて、やっててしまうので、もうなんかいい手はないかなと思って、もう古典的ですけど署名をやろうということになりましたんで、ぜひ署名ご協力ください。そして、これチェンジオルグっていうのでもやってます。でインターネットの場合は、半原連のサイトに来ていただければリンク貼ってますんで、そこから飛べます。で、郵送はこれ機材やっていただいてロフトさんのところの住所を曲がりしていますんで、そこに送ってください。それで注意事項がありまして、都道府県から書いてください。あと外国籍の方も大丈夫、お子様も大丈夫です。でご家族の方でも住所と姓は省略せずに書いてください。でコピーとファックスは不可ですので、ここで書いてもらって
ったり、郵送で送ってもらったり、もしくは結構皆さん毎週来てらっしゃる方が多いので、下った財務園のところに、書いて持ってきてくださっても結構です。で、原子力協定は内閣総理大臣と外務大臣、これ名前本当は安倍晋三と河野太郎と書こうと思ったんですけど、もしかしたら変わってるかもしれないので書きませんでした。変わってるといいですよね。変えましょう皆さんで、安倍政権倒していきましょう。経産大臣世耕さんなんでね、それも変わってるかもしれないので書けませんでしたので、よろしくお願いします。で、コールしますので、コールの間にぜひ関白ご協力よろしくお願いします。原発反対、原発反対、再稼働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 反対、柏崎刈羽は再稼働反対、柏崎刈羽は再稼働反対、東海大に再稼働反対、東海大に再稼働反対、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、伊方原発今すぐ止めろ、伊方原発今すぐ止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、大井原発もう動かすな、大井原発もう動かすな、核燃サイクルもうやめろ、6カ所再処理もうやめろ、原発再稼働もうやめろ、安倍晋三はもうやめろ、安倍はやめろ、原発やめろ、安倍はやめろ、首相をやめろ、安倍晋三原発今すぐやめろ。はい、お疲れ様でした。カンパもありがとうございました。それではですね、またスピーチの方に、行ってみたいと思いますが、続きましては I am not 安倍、フォーラム4代表古賀茂明さんです。お願いします。皆さんこんにちは。今日良かったですね、そんな寒くなくて、ちょっとね日が陰って、風が強いんでね、寒いなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあなんとなく結構ね天気悪かったりすることも多いような気がするんですけど、今日は脱原発日和ということでね、しっかり声を上げていきたいと思います。原発反対っていう人ばっかり、賛成っていう人います？いないですよね。だからあんまりね、原発のことを僕が喋っても多分そんな話全部知ってるっていう、そういう方ばっかりだと思うんですね。それでちょっとねやっぱり原発と並んで心配なのが戦争の話なんでね、それを少ししたいと思うんですけど、この間北朝鮮ね問題でトランプさんと安倍さんがね 100% 一致とかなんか一体とかなんかいろいろ言ってました。まあ 100% とか完全とかね、そういう言葉はね大体あんまり賢い人は使わないですよね。そんなことはないですから世の中に。
でしかもね、日米がね完全に一致してるとかね、一体だとかそんなことはありえません。だってトランプさん自分で言ってるじゃん、アメリカファーストって。じゃあ日本は、まあ、どんなに良くたってセカンドでしょ。でももしかしたら中国の方が上かもしれませんよ。そういうことをねよく考えなくちゃいけない。で心配なことがたくさんあります。だけどマスコミがね突っ込んでくれませんね。一番心配なことなんですか、北朝鮮に関してね、圧力かけるって言ってます。まあそこまではいいでしょうね、どんどんかけると言ってます。でそれでね最後どうするのかっていうことを言わないんですよ。それでもうまくいかなかった時どうするのか、トランプさんは全ての選択肢はテーブルの上にあると言って、安倍さんはそれはいいことだと言ってますよ。全ての選択肢の中には当然先制攻撃まで入ってるんですよ、ね、先制攻撃するのかしないのか心配な発言がいくつか出てます。小野寺防衛大臣、この間の富士山会合でね、なんて言ったかっていうと、残された時間は長くない、ね、このままうまくいかなくて北朝鮮がこのまま核開発ミサイル開発続けるんだったら年末から年明けには非常に緊張した事態になるかもしれないと言ったんですよ。そんな近くですか、冗談じゃないですよね。そしてね、まあ、いろんな選択肢がありますよ。でアメリカではもういろんな選択肢検討してます。実は日本も内緒では検討してます。でその中にはね、斬首作戦、あのキム・ジョンウンのね首を取ってやれみたいな、そんなのもあれば、なんか限定的な攻撃とかいろいろありますけども、全面的な地上侵攻に入るという選択肢まであります。でしかも、まあ、ワシントンポストなんかが伝えるところによれば、アメリカの国防総省は地上侵攻しない限り全ての核を見つけて全部それを止めるっていうことは無理だというふうに言ってます。つまり本格戦争しかないって言ってるんですよ。そんなことになったらどうなるでしょうね。時間かかりますよ。ミサイルはたくさん飛んできますよ。でもこれもね、アメリカの議会 の調査局がこの間報告書出してるんですね。で被害想定をいろいろ出してます。もう通常攻撃だけでもね、数十万、数日間です、最初の数日で数十万人亡くなるだろうと言われてます。核攻撃まで始まったら最大380万人、これは38ノースですねの報告書ですけど、これ東京とソウルという報告書、アメリカはそういうことを研究してるんですよ。でその上で議会報告書は何と言ってるかと、たとえそういう被害が出たとしても核弾頭を積んだミサイルが飛んでくるという、そういうことが起きる可能性に比べたらリスクは小さいと。つまりこれはね、誰のための戦争かというと、アメリカのための戦争です。アメリカのための戦争ですよ。それにトランプさんは日本のための戦争だと言ってます。なんて言ったかっていうとね、これ東南アジアの首脳にね語ったって、もういろんなマスコミが伝えてますけれども、トランプさんはこの間日本の上空ミサイルがね飛んだのに、なんで安倍晋三はあのミサイル撃ち落とさなかったんだと、日本は武士の国だろうと、腰抜けかと、まあ、腰抜けかとは言わなかったみたいですけど、そう言ったんです。ということは何かっていうとね、日本に攻撃させたいんです。日本に攻撃させればどうなるか、日本のための戦争になりますよね。日本が始めた戦争で、それで北朝鮮が攻めてきたらアメリカは日本を守ってやると。じゃあ日本を守ってやるために、じゃあ日本は何をするのかと、ね、お前のための戦争なんだから自衛隊出せよということになるでしょ。そしてお金も出せよっていうことになりますよ。武器買うだけじゃないですよ、全部日本持ちってことになります。そういうことを安倍さんはやろうとしてる。でもね、これ自民党だけじゃないですよ。よく考えると野党もね、どこまで覚悟があるのか。立憲民主党はね、日本の安全保障政策の基本姿勢は変えないと言ってます、この間の公約で。これはね、とんでもないことですよ。私たちが野党を変えないと、立憲民主党がね間違った方向行ったら大変ですよ。そうだそうだね、
だってなんか唯一の望みみたいな感じになってるじゃないですかね。だからでも立憲民主党の枝野さんはいいこと言いましたよ。上から目線じゃダメだと、下からの積み上げ、ボトムアップが立憲民主党だと言ってますね。だからやってもらいましょう。私たちが言った通りにやってもらいましょうよ。原発だって一日も早くなんてね、これはまやかしですよ。一日も早くなんていうのはね、一日も早く、この間まで30年代ゼロって言ってたんですか。39年12月31日まで動かしていいと言ってた民進党ですよ。それ一日早めたら39年12月30日ですよ。それじゃダメでしょ。もう今すぐできるでしょ。やってもらいましょうよ。それは皆さんが変えていくっていうことですよ。野党をね、自民党に頼っているわけにはいかない。だから野党に頼るしかない。だけど野党にお願いしますじゃないですよね。私たちの政党なんだから、私たちの言う通りにやれ。それが野党の進むべき道です。みんなで声を上げていきましょう。小林家明さんでした。ありがとうございました。先ほども、ね、お知らせがありましたが、日米原子力協定改善を署名はそちらのコーナーでやっております。あとことパンフレットも配っております。でその同じところでですね、お茶とか温かいお茶等をですね、お配りしてますので、寒い方ぜひね、あっちへ。今、ね、暇そうにしてるんでね、これあと余って持って帰るのもめんどくさいんで、ぜひ飲み干してくださいみたいな感じで。はい、それではですね、続きましてまたスピーチをお願いしたいと思いますが、東北芸術国家大学教授の竹内正義さん、お願いします。皆さんこんにちは。東北芸術工科大学というところで建築を教えている竹内と申します。普段は建築の設計とかやってるんですけど、福島の事故以来やはりエネルギーのことが非常に気になりまして、まあいろいろ勉強していったらいろんなことが分かってきたというふうな感じです。この前ドイツに行ってきました。ドイツ今再生可能エネルギーがすでに 35% ぐらい超えてます。2050年までに80% って公約を言ってますけど、 100% いく勢いです。本当にエネルギーのどんどん減らしながら経済発展してる、人口も増えてる、移民がたくさん来てて大変だって言ってました。でも人々はみんな希望を持って、建物とかの断熱化をしてエネルギー使わないようにしてるんです。で、すごくそのエネルギー、再生可能エネルギーの割合が 35% になってて、ますます勢いが止まらない状態です。日本今何パーセントあるかご存知ですか。日本せいぜい 6% とかそういう形です。今まであった、水力発電とか入れたとしても 13% ぐらいです。でやっぱり日本遅れてるんです、この分野。それをどんどん進めるためには、再生可能エネルギーどんどん進めていけばですね、原発いらなくなるんです。皆さんご存知だと思いますけど、2050年までの間に日本の人口が7割ぐらいまで減ってきます。どんどん減っていくのにエネルギーたくさん使わなきゃいけないっておかしいと思いませんか。もっと効率よく使えばいいんです。で特に建築が実は3分の1も使ってるんです、エネルギーの。それは僕は結構ショックを受けました。こんなに使ってるんだったらもっと使わない方法でいろんな工夫しようよ、そういうふうに思います。でそれは地方でも東京でも同じようにできるはずです。節約を、まあ電気消すだけじゃなくてですね、建物の作り方変えて、どんどんやっていけば明るい未来が来ます。でそれをやってドイツも、いろんなところで経済を発展させながらエネルギー使わないっていうことができる世の中になっています。なので建築とかそういった分野でも、工務店とかも一生懸命頑張ってる人たちもいます。そういう人をぜひ応援してあげてください。それからですね、僕はやっぱ山形の大学に通っているので福島のことはどうしても忘れられません。で今実際にですね、福島から故郷を奪われてそこに住めなくなっている人たちがいっぱいいます。先ほどなりわいの話もされてましたけど、もう一個そういう場所がですね、この日本に増えてしまったら大変です。福島もなんとかしなければいけないし、
いろんなところにある原発の近くの地方、日本をすごく大事にしていかなきゃいけないというふうに思います。ですので原発はすぐに止めるべきだと思いますし、どんどん廃炉にしていくべきだと思います。ご清聴ありがとうございました。竹口正義さんでした。ありがとうございました。続きましては、大井原発福井訴訟弁護団団長の島田博さん、お願いします。皆さんこんにちは。今ほど地方のお話ちょっとありましたけれども、私の福井は原発13基、日本一の原発団銀座、世界一の原発銀座からやってまいりました。福井の原発はですね、もともと15基ありまして、普賢と門地というですね、恐れ多くも菩薩様の名前をつけた原発もあって、これで15基だったんですけれども、この2つはなくなりました。これからどん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 なくしていってですね、原発ゼロの福井を作りたいというふうに思っております。さて私は今大井原発の差し止め訴訟の弁護団長をさせていただいております。2014年5月21日、樋口裁判長、福井地裁の樋口裁判長がですね、福島事故後初めて、原発の差し止め訴訟の判決、差し止め判決を下したことは皆さん覚えておいたかと思います。福島の地帯を僕見てですね、ああいう事故が起こる危険性があれば、万が一でもあればですね、原発を差し止めるのは当然という、本当に国民の目からすれば当たり前の判決を書いたのが樋口判決でした。そしてそれから3年半、控訴審で判決が裁判が続いております。名古屋高裁金沢支部です。しかし残念ながらですね、私はですね、この控訴審の審理を通じて、はっきり申し上げなければならないことが2つあるんです。1つはですね、いいことなんですが、私たちは関西電力を徹底的に追い詰めました。崖っぷちに追い詰めました。もう1つがですね、残念ながら名古屋高裁金沢支部は全くそのことに耳を傾けようとしていない。もう裁判を終わってですね、樋口判決を葬り去ることしか考えていないという残念な事実です。島崎邦彦さんという地震学者、皆さんご存知かと思います。原子力規制委員会の元委員長代理地震学者、日本のナンバーワンの方です。この方が福井金沢の裁判所でですね、証言をしてくださいました。3つのことを教えてくださいました。1つはですね、関西電力が大井原発 の地下の地質についてとんでもないデタラメを言っていたということです。関西電力は自分たちはですね、大井原発の地質をしっかり調べて、そして固い地盤があそこに広がっているからあそこは安全なんだということを言い続けてきました。しかし島崎さんによればですね、そんなことはとんでもないと。わずか数百メートルから数キロ、とてもですね、地震が起きる震源域までは届かない、そんな浅いところしか調べてないということが明らかになりました。さらには原発の安全性を確保するために一番大事な基準地震動という地震の想定があります。これがですね、大幅な過小評価になっている、こういうことも明らかにしてくださいました。本当は今の 1.8 倍ほどには引き上げなきゃいけないんだということをですね、具体的に言ってくださったわけです。さらには今ですね、全国の裁判所で、安全審査安全審査といって、国の安全審査をまるで錦の御旗のように電力会社は振り回していますけれども、この安全審査が国の地震本部というところのルールにさえ違反した欠陥品だということも証言してくださいました。まさにですね、関西電力が大井原発が安全だと言っている根拠が全てですね、この島崎証言によって崩されたわけです。ところがですね、その直後になんと原子力規制委員会は大井原発を安全だというふうに審査合格にしてしまった、こういうとんでもないことが起こってしまいました。そしたら何が起こったかというと、今度はですね、名古屋高裁の金沢支部がさっさと裁判を終えて判決にかかろうとしたわけです。私たちは島崎さんのさらに裏付け、証言の裏付けをするために東京大学の地震研究所の地震学者やら、あるいは地質の専門家やら、そういった専門家を承認申請しました。全部却下です。もう何も今度から次から調べない、すぐに、今度11月20日が期日ですが、もう裁判を終えてしまって、この年度内にも樋口判決をひっくり返そうというのが今の裁判所の在り方なんです。こういう形でですね、安全審査の結果を全部信用する、そして、住民側が危険性の証拠をどんなに出そうとしてもそれには耳を貸さない、こんな裁判所いらないじゃないですか。私たちはですね、こういう裁判所の姿勢をですね、絶対に許さないために戦わなければいけない。
その大元がですね、あそこの向こうにある最高裁なわけです。何としてもですね、この最高裁を追い詰める戦いをしなければならないというふうに思っています。私はですね、裁判所の追い詰めるためにですね、動画を作りました。大井原発の今の現状を伝える動画を作りました。福島事故の反省はどこへという名前の動画ですが、 YouTube にアップしてありますので、またご覧いただければと思います。また電子署名、オンライン署名もやっておりますので、ご協力お願いします。なんとかですね、皆さん、市民の皆さんとともに、裁判所を追い詰め、電力会社を追い詰めて、火災活動阻止を貸してやりたいというふうに思っていますので、皆さん頑張りましょう。はい、島田博さん、ありがとうございました。ただちょっとね、寒くなってきたんで、コールをして体を温めていきましょう。はい、体の奥から声出して国会に向かって手を振り上げ、足踏み鳴らして、1分間ぐらいちょっと体を動かしましょうね。原発いらない、原発いらない、安倍もいらない、安倍もいらない、柏崎カーリは再稼働反対、東海第二再稼働反対、東海第二再稼働反対、六ヶ所やめろ、再処理やめろ、六ヶ所やめろ、再処理やめろ、原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、安倍晋三は原発やめろ、原発やめて首相もやめろ、安倍晋三は原発やめろ、原発やめて首相もやめろ、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 安倍晋三は原発止めて国会から出ていけ。はい、お疲れ様でした。それではまたスピーチいきたいと思います。核武装国インドへの原発輸出に反対する市民ネットワークの世話人の、福永正明さんです。皆さんこんにちは、お疲れ様です。去年の今日というのは皆さんご記憶ありますかね、何曜日だったか。11月11日、金曜だったんです。金曜日、この日インドのモディ首相が来まして、首相官邸で日印原子力協定の調印が行われました。私たちここで大きな声を上げ、官邸前の大きな声を上げて署名をするな、日印原子力協定はやってはいけないんだということを言いました。しかし日本政府、インド政府はこれを結び、そして日本の国会はかなり長い時間がかかって審議をしました。参議院では付帯決議までついて、付帯決議というのはですね、こういうところがちょっといい加減っぽいから政府はきちんと報告しろ、あるいはこういう部分についてきちんと今後は監視するぞというようなことを参議院の外交防衛委員会で決まりました。もう一つ、去年11月11日にこの協定はできたんですけれども、日本が協力した原発なんてインドにできていません。そうなんです、現実の問題として、日本が、日本といえばですね、原発メーカー3社、東芝はくっついているのがウェスティンハウスでした。そして三菱、
日立、どの三社も今もうすでに原発を輸出するような力はないんです。しかしながら皆さんご承知のように日本国内にできない、なんかちょろちょろと日本国内で新規作ろうなんていう話も出てきてますけれども、当面できないだろう、当然できないだろう、だったら世界一安全な原発を世界に供給するのが日本の責任だという安倍総理の言葉のもとに今原発輸出が進められようとしています。私たちはですね、広島、長崎、福島、この3つの核を持つ日本から絶対にインドへ、そしてどこにも輸出してはいけない、これを皆さんと共にですね、原発輸出反対の声を強く上げていきたいと思います。さらにインドに原発を売らなければ、じゃあインドが自分たちで作ればいいのか、あるいはロシアから買えばいいのか、そうではなくてインドの人たちに一番いい、優しい、そして自然に沿ったエネルギーは何なのかということを私たちが一緒に協力しながら、インドの人たちが自分たちの手でそういう社会を作っていく。ですからインドに売るな、どこにも売るな、さらにはインドは原子力を使うな、こういうことをですね申し上げていきたい。もう一つ、今日様々なお話が出ていますが、朝鮮半島の問題あります。実はですね、これものすごい大きなダブルスタンダードなんです。インドも不可核拡散防止条約に入っていません。つまり NPT 条約に入らないままに2度原子力発電原発事故性原発実験をやったのはインドなんです。それに引き継がれてやったのがパキスタンです。なぜか私たちはインドはいい、だけれどもこの国はダメだということを言っているわけですね。私たちが今からもやる、今から考えるべきことは、どこの国も絶対に核兵器は持ってはいけない、それが今の核禁止条約ではありませんか、今年のノーベル平和賞が示していることではありませんか。この国は良くてこの国はダメだなんていうことは我々は言ってはいけないんです。ぜひともインドもパキスタンも核を捨てろ、そして世界中の核兵器をなくしていこう、世界の核原発を止めていこう、このために私たち頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、福永雅昭さん、ありがとうございました。続きましては、パワーシフトキャンペーン FOE ジャパンの吉田明子さんです。お願いします。こんにちは、 FOE ジャパンの吉田です。今日と明日、幸せの経済世界フォーラムというイベントをやってきて、私ちょっとこの前にそちらに行ってきました。そちらもですね、800人ぐらい人が集まっていて、ローカリゼーション、さまざまな角度からですね、地域からのローカリゼーション、幸せの経済を考えようということでですね、たくさんの人が集まっています。さっき出てくる時ですね、サティシュクマールさんがおっしゃってました。ローカリゼーションの基本は手を動かすこと、食べるものを作って、料理を作って、自分で作って、そういうことから始まるんだと。そしてエネルギーについても、さんさんと降り注ぐ太陽のエネルギーを使うこと、もうこれがローカリゼーションの基本なんだというふうにおっしゃってました。そしてやっぱりその観点で見ると、日本はなんて資源が豊かな国なんでしょうか。太陽の恵み、そして海に囲まれている食べ物も、そしてエネルギーにこんなに恵まれている国は、他の国も同じです。地球上どこもですね、そういう太陽の恵みを今後どうやって使っていくか、生かしていくか、そういう時代に今もうなってきてるんだと思います。で、資源を奪い合ったり、有害な廃棄物を出したり、環境汚染をしたり、そういう方向から転換して自然に優しい形でエネルギーを使っていきたい、それが私たちの願いではないでしょうか。で、そう考えたときに、今のエネルギー政策は、全くそうではないんですよね。エネルギーといえば、資源を、化石燃料の資源をウランも含めて買ってきて使うもの、
もうその考えからまだ脱していません。なのでエネルギー、日本の政府も電力会社も未だに資源が乏しい我が国というふうに言っています。この考えから脱しなければいけない。で、まあ、今年エネルギーの基本計画の見直しの年なんですけれども、まあ、残念ながら今の議論では、まあ、そういう資源の乏しい我が国、再生可能エネルギーは高い、原子力は運転コストが低廉、エネルギーミックスが必要、そういう考えから、まあ、全く、まあ、まだ抜けていない。これはもう世界の状況から考えればもうだいぶ遅れている、まあ、いつ気がつくんだというまだ状況です。しかしながら、まあ、そのローカリゼーションの動きあるように、日本でももう各地で市民が、それから自治体や地域が主体となって、まあ、エネルギーも食料も作っていこうという動きがもう各地で起こっています。で、私たち自身も、まあ、もう皆さん自身もですね、そういう流れに参加されている、先頭に立っている方もたくさんいらっしゃると思います。半原連と一緒に、パワーシフトというキャンペーンやっています。これは、再生可能エネルギーを重視する電力会社に大手電力から切り替えようというふうに呼びかけているんですけれども、まあ、電力自由化から1年半経って再生か、まあ、大手電力からスイッチングした人が全国で 6% ぐらいになってます。東京エリアではもう 10% 近くになってます。で、新電力のシェアで見ると、まあ、今年ですね、夏ぐらいで 12% ぐらいまで来てます。2016年の3月、自由化の前は 5% でしたので、それから着実に大手電力を辞めるという、まあ、個人もそして企業も増えているということが分かります。で、これは確実に大手電力会社にとって打撃になっています。原発を維持するのが難しくなっています。この流れを今後、まあ、どうやって加速していくのか、ぜひ皆さんとご一緒していきたいと思っています。ありがとうございます。皆さんの周りにはまだ電力会社を変えられるっていうことを知らない方も、忙しくて忘れていた方も、どこにしていいかわからない方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ周りの人に伝えて、皆さんの電気代、月に数千円、1年では、まあ、数万円も、ね、電力会社に支払ってるんですよ。この数万円のお金寄付するのは大変だと思います。いずれにしてもこの数万円、払う数万円をどういう電力会社に払うのか、どういうビジョンを持った電力会社に払うのか、これはかなり大きい、そして実質的に意味があることだと思います。それから個人だけではないんです。企業や事業所、例えばアパレルメーカーだとか、それから病院、それから教会や幼稚園、学校、そういったところもですね、今次々と東京電力をやめて再エネを重視する電力会社に切り替えるというところが増えてきてるんですね。こちらの加藤梅蔵さんがやってるライブハウスも、ね、渋谷のライブハウスも近々そういうことをやりたいなというふうに、おっしゃってますけれど、そういうですね、事例を皆さん一緒に、皆さん地域で作っていきませんか。教会だとか幼稚園だとか、そういうところ、使用量が大きいところ、影響力あると思います。エネルギーを、まあ、だから今のエネルギー政策は国中心、そうやって地域や市民が、作っていく、地域や市民でエネルギーも経済も循環させるという、方向性を全く無視しています。だからこそ、そういう現実を、国のエネルギー政策に頼っているんではなくて、現実の方を私たちから動かしていきましょう。エネルギーを市民の手に取り戻していきましょう。ありがとうございます。吉田明子さんでした、ね。みんなどんどんパワーシフトをしていきましょう。ライブハウスも頑張ってパワーシフトします。はい、ということで、続きましては社会学者の奥間英二さんです。はい、奥間です。私はですね、この春に中東に国際会議に呼ばれて行ってまいりました。
で中東の地中海沿岸の町の丘の上に立ちまして見てみてですね、ああこういう風に変わってるんだと思いました。太陽光パネルがバーッと全ての家についていました。で私はその風景を見てからですね、まあ、ある、ところに呼ばれまして、まあ、エネルギー状況について、まあ、私はそれが専門じゃありませんけれども報告をしてくれと言われたので調べました。で国際エネルギー機関 IEA というところがあります。2015年発電設備への投資のうち 70% が再生可能エネルギーです。数字で言うと約4200億ドル、まあ、1ドル100円として42兆円ぐらいですか、そのうちの2880億ドル再生可能エネルギーです。原子力はそれに対して210億ドルです。たった 5% です。もうそのぐらいに世の中が変わってきています。で私特にですね、そういういろんな国に行きますからいろんな場所を見ますけれども、もちろん先進国でも進んでいますが途上国も変化しています。というのは考えてみればわかると思いますが、皆さん電気が通っていない村があります。まあインドでもケニアでもいいです。そういうところの村にですね、これから送電線を引いて電柱を立てて発電所を何年もかけて作ってというのと、太陽光パネル1枚立てるのがどっちが簡単か、どっちが先に普及するかということは、これは明らかであります。でこれは私の思うにはですね、太陽光パネルはいわば携帯電話です。でそれに対して原子力発電というのは固定電話です。これから全部5年10年経てて発電設備を作って送電線を引かなきゃいけません。でこれは20年ぐらい前に携帯電話が普及した時もそうでした。発展途上地域の方が携帯電話の方が普及したんです。どうしてかというと、電話線を引く手間をかけるより、そのお金をかけるより携帯電話の方が早かったからです。今はもうそちらの方にシフトしつつあります。で同じく IEA の、調査でも太陽光パネルのコストが2008年から2015年に 80% 下がりました。で私ども日本の中でもですね、こうやって2011年に悲劇が起きました。でそれから6年以上経ちました。でもこの6年以上の間に大きく世の中は変わっていきました。ある意味私はもう勝負のついた戦いだと思っております。でこれはたまたま私あのインタビューを見たんですけれども、立憲民主党の枝野幸男代表がですね、原子力の未来はどうなりますかと聞かれて、いやもうあれは方向性は決まりましたと、今日本の原子力産業がやってるのは最後のあがきですと、いうふうにおっしゃってましたけど、私その認識は正しいと思います。でそのように世界中で変わってきているんですけれども、日本ではなかなか変わらない部分がある。ただ時々やはり今でも、こういうことをおっしゃる方がいます。原発は技術を維持するために必要だと、あるいは経済を活性化するために必要だと。しかし経済を活性化するために固定電話にこれから投資するのが正しい経済政策でしょうか。まあもちろん原子力というものを伝統工芸として維持するという国民的合意があればまた話は別ですが、まあ伝統工芸や世界遺産にするために作っているわけでは多分ないですよね。というふうに考えるとですね、もちろん日本は、世界の他の国から観光客が来るとですね、古いものがたくさん残っていると言って喜ばれます。今でもファックスを使っている、Wi-Fi がホテルで使えない、そして原子力発電が今でも推進されようとしていると。そのようなことは日本の未来のためにあまりいいことではないと私は思っております。でこの点は、決して政党を問わず、政治的立場を問わず、これから世界に適応していくためには大変必要なことだと私は思っております。
ただ日本ではなかなかファックスがなくなったりしないように、あるいは Wi-Fi がなかなか普及しないように変わっていかない部分があります。それはどうしてなのかということはなかなか私もいろいろ考えるのですけれども、一つには選挙が非常に古い構造に支えられています。で、私学者でもありますから、過去5年間あるいは10年以上、戦後まで遡って選挙の投票の数というものを調べました。皆さん意外かもしれませんが、2012年以降自民党公明党の足した得票数は2600万からほとんどピクリも動いてません。2500万から700万ぐらいの間を行ったり来たりしてるだけです。もっと言いますと、自民党と公明党が連合することにした2000年ぐらいから2500、600万、700万の間を行ったり来たりしたわけです。2005年にちょっと増えたことがありますけれども、他はほとんど同じです。まああたかも岩盤のようにこの層があります。で、投票率が上がらないことにはこれがなかなか変わっていきません。で、そういう状況があると、まあ、政治家の側でもやっぱりこの2500万のために働こうという形になってしまいがちです。そうすると特定の業界の利害のが通りやすくなったりします。でもそれはいいことではありません。で、これからの経済政策がやはり固定電話の普及ではいけないと思います。で、そういう政策を言っている限りはこれは間違った経済政策であるか、特定業界の利害のために言ってるのではないかと思われてしまうかもしれません。それを変えるためにはやはりみんなが声を上げて選挙に行って変えていかなければいけないと思います。以上をもって終わります。はい、小熊英二さんです。ありがとうございました。それではですね、地元から駆けつけていただきましたね、第94代内閣総理大臣現立憲民主党最高顧問菅直人さんです。よろしくお願いします。立憲民主党の菅直人です。今回の選挙では本当にですね、反原発運動、再稼働反対運動をしていただいている皆さんからたくさんのたくさんの応援をいただきまして、なんとか自民党の一議席を破って小選挙区で当選することができました。本当にありがとうございました。今この数ヶ月で新しい政党が2つできました。もちろん一つは枝野幸男さんが代表する私も参加した立憲民主党ですが、もう一つは希望の党であります。そしてこのいずれの党もですね、原発については従来の率直に申し上げて民進党よりも原発ゼロに向かって一歩二歩前に向かう政策を出しているということは皆さんもご承知だと思います。もちろん、いやまだまだ信用できない、あ、いい加減じゃないか、いやそういう心配もちろんあるんですよ。あるんですけれども、少なくとも文章の中では例えば希望の党も2030年までに原発をゼロにすると言ってるんです。一応そして立憲民主党も枝野幸男代表が再稼働は認めない、一日も早く原発をゼロにする、こう言ってるんです。言ってる以上はやらせようじゃありませんか。皆さんいかがですか。私はこの 1,2 ヶ月がですねチャンスだと思ってあちこちでネジを巻いてます。つまりですね、この 1,2 ヶ月は原発を推進しようという若干の労働組合がありますが、どこにも陳情する先がなくなってるんですよ。今こそチャンスなんですよ。私はこの1ヶ月の間に原発ゼロ法案をまず有志で作って、そして党で決めて、そして来年の通常国会には原発ゼロ法案、2030年までに原発ゼロを実現しようと思えばですね、もちろん新たな原発建設はできっこないことは当たり前、再稼働だって実はそのために1000億2000億のお金をかけたってもう採算が合わなくなりますから、2030年までにゼロにする、
再稼働もやめるというそのことに向かうしかない理屈の上ではそうなんですね。どうか。そして今大きな政党の中で原発ゼロを言っていないのは実はよく読んでみると自民党だけなんですよ。連立を組んでいる公明党も一応いつまでとは言わないからもちろん前に唾をつけなきゃいけませんが一応原発ゼロと言ってんですからね。ですから私はこの12月1月の間に原発ゼロ法案を極端に言えば自民党を除く全ての野党が賛成せざるを得ないようなそういうチャンスが今来てる。そしてそれをぜひともですね次の通常国会に出せるように私も全力を挙げていきたいと思ってます。そこでもう一点、先ほど小熊さん先生からも話がありましたがもうですね勝負がついているはずなのになぜ未だに自民党はあるいは安倍さんは諦めないんでしょうか。つまり目先の利益しか考えてないんですよ。東電にとってはあの柏崎刈谷をですね動かせばとりあえず1000億2000億ぐらいの金はすぐ浮いてくるんですよ。しかしそのためにですよ何ができるか、つまりは10万年先まで管理しなきゃいけない廃棄物が生まれてくるじゃないですか。その廃棄物の処理は誰がするんですか。安倍さんが生きてるうちにするんですか。私たちが生きてるうちにするんですか。子供や孫に全部その廃棄物を贈り物にして渡すなんていうこんな無責任な政治家は、政治家でなくてもですね、無責任な大人は私はもう早くどっかに消えていってもらいたいと思いますが皆さんいかがですか。どうかそういった意味でですねもう本当に勝負はついているのにも目先しか考えない一部の業界と目先しか考えない政治家がごく一部で頑張っているんですからここは一挙に今年中に原発ゼロ法案を皆さんの応援でというか力で作っていただいてそして次の通常国会でそれを通過させる。自民党が反対するんだったら自民党を割ってでも通過させる、で河野太郎さんも今ちょっと外務大臣で忙しいかもしれないけど自民党だって本音を言えば結構いますからね。反対はどうかそれを実現するいよいよ最後の勝負に今年の暮れから来年にかけて頑張りたい。皆さんと一緒に頑張りたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、立憲民主党菅直人さんでした。ありがとうございました。